皆さんこんばんは。明るく楽しくマニアック、指揮作曲文筆ネット音楽解説の徳岡直樹です。さて今日はフルトヴェングラーの初録音として有名な1926年ポリドールの SP レコード録音、ウェーバーの歌劇マダンの車種序曲とベートーベンの交響曲第5番についてお話しします。今これだけ残された録音、わずかな断片までが発掘され、膨大なレコードカタログ、ディスコグラフィーとして整理されて、その録音ことごとくがレコード CD になっているフルトヴェングラー、そのディスコグラフィーがこの録音から始まっているということになるわけです。いろいろな意味で興味深いですよね。実際40歳の時のフルトヴェングラーの演奏を聞くことができる。この後28年間にわたるフルトヴェングラーの録音ヒストリーのトップを飾っているレコードということになります。はい、というわけでこれは現在判明しているフルトヴェングラーのレコーディング第1弾。しかしかつて日本では、特に日本ではかな、この曲が録音された当時、ほどなくして昭和2年でしたか、日本でもリアルタイムで SP レコードが発売されているんですが、当時日本版が出たのはベートーベンの第5だけで、これがフルトヴェングラーの録音第1号とされていた。しかし1970年代に入ってマダンの車種の方も SP 版が発見された。話題になった。マトリックス番号を見てみたところ、実際にはベートーベンよりも先に録音されていたことが分かって、つまりこの1926音のマダンの車種序曲は実際にはフルトヴェングラーの記念すべき初レコード録音であったにもかかわらず、事後それほどに忘れられていたレコードだったわけです。これにはいくつか理由も考えられるんですが、マダンの車種序曲、フルトヴェングラーは1935年、同じポリドールに再録音をしてるんですね。どうもこの2つの別演奏が混同された情報や記述もあったようです。それこそ今みたいにディスコグラフィーが整備されているわけではなし、新旧録音を比較するというほどでもなかった。私最近ようやく知ったんですけれども、リヒャルト・シュトラウス、あの作曲家のリヒャルト・シュトラウスが指揮したモーツァルトの交響曲第40番、ほんの 1,2 年の違いで2つの全く別のレコード録音があるそうです。古い録音って丹念に見ていくとこういうことがあったりする。というわけで今ではちょっと信じられませんけれども、1926年、フルトヴェングラーの初録音ウェーバーはほぼ忘れ去られた録音だった。事実このオリジナルの SP 版は機構版の部類に属するものです。日本には 2,3 枚くらい存在すると聞いたことがあります。ただこれ最初からいきなり確証のない話題なんですけれども、この1926年以前にもフルトヴェングラーがレコード録音を行わなかったとは 100% 断言できないということもあります。まだ完全に検証されきったというわけではないんですね。フルトヴェングラーがポリドールと契約したのは1920年代の初めで、実際にこのウェーバー、ベートーベンが録音されるまでには数年間のブランクがあるとされる。この間に果たして何にも録音がなかったのか、加えて黎明期のレコード録音、クラシックの通俗曲のレコードレーベルにはグランドオーケストラ、大オーケストラと記載があるだけで、指揮者名が書かれていないものも多いです。そうした指揮者不明のレコードの中に、まあ、正確には分かりませんけれども、もしかしたら若き日のフルトヴェングラーの演奏が紛れ込んでいる可能性もなくはない。まあ私個人的にはおそらくそれはないだろうと思いますけれども、もう一つ2000年前後からそれまで全く知られていなかった、どんなディスコグラフィーにも載っていなかった録音、ポリドールレーベルのテストプレスや未発表のテイク違い、レコード収録にあたっての練習風景などの録音が発見されて、それが様々なレーベルの復刻 CD で聴けるようになり、ファンを驚かせる状態が続いている。ブラームスのハンガリー舞曲第3番なんてそれまで聴くことのできなかった曲が、しかもテイク違いで聴けるようになった。それからドボルザークのスラブ舞曲、ウェーバーのマダンの車種序曲も未発表テイク、アウトテイクが出てきた。 SP レコードの時代ってこういうことが起こるんですよね。そこが面白いというところもある。収録だけされてお蔵入りしてしまう、思いがけないものが後の時代に発見されるというのが実際にあるんです。第二次大戦中のハンス・クナッパーズ・プッシュであっても、エレクトローラでブラームスの3番もベートーベンの英雄的もあれ
っかく手間暇かけて録音されたのに当時発売されないままだったという記録です。はい、1926年のウェーバーに戻りますが、このマダンの車種序曲は同時期に収録されたベートーベンの第5交響曲に比べても LP 復刻というのが極端に少なくて、長い間日本国内では入手する術がほとんどありませんでした。もともと SP 時代に日本では発売されなかったレコードですし、これ実際に耳にするのが本当に難しいレコードだった。さて、実際の演奏の方はどうなっているでしょうか。演奏はまさに若かりしフルトヴェングラーの姿で、快速級のテンポ、多用される弦のポルタメントが聞き取れます。それにウェーバーは音楽の雰囲気というのが曲想のためなのか、ベートーベンほどにはこの原始的な録音に不満を感じないという点もある。別の言い方をすれば、同じ状態の録音であっても王子の演奏を忍ぶのがベートーベンよりも良いかもしれません。始まりの部分、序奏部などはさすがに後年のような極端なスケールの大きさは感じられませんけれども、それでもなおフルトヴェングラーの個性特性というのはそこここに現れていて、例えばこれを2機種がロンドンで録音した演奏と聞き比べてみると、すでにその強音、フォルテの響かせ方、アクセントの勢いやテンションを維持しつつの減速、リタルランドですね、フレーズの終わりの決め具合などはっきりとした差があって、ベルリンフィルの前任者である2機種よりもフルトヴェングラーの方がずっとドラマティックな演奏になっています。全体にキレの良いリズム感の軽快な演奏で、当時40歳だったフルトヴェングラーの若かりし姿を伺い知ることができる貴重な録音です。こんな原始的な録音からも穏やかな部分、弱奏部分で絵も言われぬしっとりとした弦楽器のサウンドが聞こえてくるのは感動的です。さて、ではまずこのウェーバーのマニアックトークに行きたいと思います。この1926年録音の2曲はアコースティック録音なのか電気録音なのかという議論がかつてありました。お聞きいただければわかるように、実はこれ電気式録音にしては状態が極めて良くない録音だった。ちょっと誇張してお話ししますと、1913年フルトヴェングラーの師匠格のアルトゥル・ニキシュが同じベルリンフィルを指揮して録音した同じベートーベンの第5、あの録音とさして変わりがないように聞こえる。ただこれについては、近年このフルトヴェングラーの1926年録音はライトレイ方式といって、音を鏡のわずかな振動で拾ってレコード盤面に刻み込んでいくという電気録音の初期的な方式によったものであることが判明しています。さて、録音の基本データを紹介しますと、マダンの車種の収録は1926年10月16日、ベートーベンも同じ10月16日に録音が開始されたものの、その後第2楽章の破棄、取り直し、テスト収録が10月30日にも行われ、結局第5全曲の収録が終わったのは1927年に入ってからでした。なおフルトヴェングラーはこのレコード録音の直前、10月10日11日のベルリンフィルとのコンサートでこのマダンの車種序曲を演奏会で実際に取り上げています。また個別にお話ししたいんですけれども、とにかくフルトヴェングラーはレコード録音を嫌いで、この初録音の時にも繰り返しの、しかも細切れの録音にうんざりしていたと言われています。先に申し上げましたように、これ本当に長い間聴くことのできない演奏だった。檜山先生のディスコグラフィーによりますと、1970年代でしょうか、オーストラリアの中古レコードのオークションに登場した時には世界中のコレクターが入札に殺到したそうです。果たして日本フルトヴェングラー協会が1970年代に発行した復刻 LP、 これは協会会員のみの限定販布版であり、それ以外ではアメリカのディスココープというレーベルが出したこの復刻版だけがこのフルトヴェングラー初録音のウェーバーを聴くことのできる唯一のレコードでした。一方は協会版、一方はアメリカのヒストリカル専門のレーベルです。つまり1980年代初頭、私がフルトヴェングラーに関心を抱き、この初録音を聴いてみたいなと思っても、その当時鳥取の片田舎で買うことのできるレコードなど皆無でした。復
国 LP さえレア版だったんです。はい、というわけでまず日本フルトベンガラー協会の LP、 そしてこの SP 復刻のマスターは同協会の CD にも転用されているようです。もう一方アメリカディスココープ版は安易な日本協会 LP のコピーではなくて、もう最初からこれ別復刻であることがわかります。1970年代のこのレーベルディスココープの SP 復刻版の数々は大変良好明晰な音質で、 SP 版に刻まれた響きをダイナミックに適切に LP に移し替えているものが多いです。このレベル日本ではワルター協会と呼ばれていて、日本で国内版として発売されたものは SP 復刻よりもライブ音源のレコード化の方が多かったと思うんですけれども、ここはフルトベングラーに限らずメンゲルベルクやワルターでも同じで、実にしっかりした音、良好な音源で聴けるものが多いんです。興味をお持ちの方は1970年代制作のディスココープの LP、 大体がこの白地ジャケットです。この SP 復刻は注目アイテムですね。フルトベングラーのザルツブルクライブのオペラの数々もディスココープレーベルの LP、 相当に生々しい音で聴けるものがたくさんあります。で、この日本協会版はちょっと独特なハモ音が耳につく部分もあるんですけれども、何にせよこの2点の LP 復刻は貴重なフルトベングラーの初録音を適切に LP 化したもの。このディスココープ版は丹念に探せば廉価で手に入ると思います。ちなみに私この1枚500円ワンコインで買いました。ただ私自身がこのマダンの車種序曲を初めて聞いたのはイギリスのシンポジウム社が制作したこの CD でした。当時はこれと比較できる材料もなくて、ただこのディスクを聞くしかなかったんですけれども、現在他に10種類ほどの復刻 CD を聞くに及んで、このシンポジウム版の復刻は実に優れたものであることが分かりました。これはほんのわずかにピッチが高めで、スクラッチノイズもまあ盛大に入ってはいるんですけれども、余計な修正やノイズの抑え込みをしていない分、演奏音楽の持つパワーも十分に再現されています。最近は下火になりましたけれども、日本で一時期 SP レコードをかつての蓄音機の名機ビクトローラやクレデンザで再生して、その再生音をそのままマイクで拾って CD 化するという復刻スタイルが流行しました。これ試みとしては面白いんですけれども、残念ながら CD を聞いてみると、もうなんというかこうスースーとした空間ノイズが大きくて、音そのものは意外に力がなく低音が薄め、実際は SP レコード版に刻まれていたであろう情報を十分に再生できていないんじゃないかというもどかしさが感じられます。確かに SP 版をクレデンザで聞くと、その場では LP や CD 復刻版では味わえない雰囲気だとか、独特な生き生きとした音が聞かれて興味が尽きないんですけれども、だからといってそれを直接マイク収録して CD にしても SP の雰囲気がそのまま再現できるかどうか、ちょっとどうかという気がします。個人的には海外では主に声楽のアコースティック録音の SP をマイク収録した復刻 CD ありますけれども、オーケストラの録音の場合は歌物ほど成功しないんじゃないかという気がする。この他海外ではこのコッホシワンレーベル2枚組2セット合計4枚のポリドール SP 復刻集というのが出ています。これ有名なワールド・マーストンによる復刻ですけれども、1926年の SP であるにもかかわらず、これわずかなエコーが加えられている。ノイズカットと全体の響きを聞きやすくするためなんだと思います。ちょっと今では疑問を感じなくもないですけれども、それがまあ自然に聞こえるのであまり気になりませんし、全体がバランスよく整えられているので聞きやすいということはあります。なおこのマーストンによる復刻はおそらくアンドロメダ版、それからイディス版、ダンテ系、LYS の版に転用されています。アンドロメダ版のフルトベングラーのセット聞いて意外に明瞭で聞きやすいなと思ったんですけれども、あれ?と思ってこのマーストンのコッホ版を聞いてみたら全く同じ音であるのに気がつきました。この他2009年にはナクソスからもオーバート・ソーンの手にある復刻 CD が発売されました。これは特に鮮烈な音が聞けるというわけではなかったんですけれども、全曲を通じての安定性、一貫性と小綺麗なまとまりを持った優れた CD だと思いました。はい、そしてここでぜひご紹介したいのは、これなぜか日本では流通しなかったセットです。2006年にドイツグラムフォンから発売されたザ・ベルリンアルバムのフルトベングラーの2枚組の中で、おそらくは初めて
公式にドイツグラムフォンからこの1926年録音のマダンの車種序曲が復刻されています。実に手際よく復刻された良好な音質で、かつ第1面から第2面へのつなぎも実にスムースで自然。録音から80年経ってやっと本家本元から復刻されたという点でも最も信頼のおける CD です。この2枚組、これまでドイツグラムフォンから発売され、また日本ではオリジナルスのシリーズでもたびたび再発売されているおなじみのフルトヴェングラ録音のサンプラー的な構成になっていたためか、日本のショップでは取り扱われませんでした。アルバムの作りはちょっと大雑把なところもあって、日本でとっくに CD 化されているものなのに初 CD 化との表示があったり、それぞれの収録曲についての演奏データも皆無と、ファンにはいろいろと不満の残るものなんですが、実はこの中の2枚目の最後のトラックに1926年録音のマダンの車種が収録されています。熱心なファンの方でしたらば、海外のネットショップを検索してみることをお勧めします。オーケストラ内の固有の楽器の音色がより聞き取りやすくなっていて、響きが実在感を増した分、オーケストラの技量というものがより確かなものとして伝わってきます。さて、続いてベートーベンの第5に行きましょう。これも私最初に聞いたのはこの日本フィリップス版で、この全集の特典版としてついていた復刻 LP でした。初めて聞いた時はまず演奏云々よりもその再生音の貧しさに驚いた記憶があります。これは復刻技術の問題というよりも、先ほどお話ししたように1913年録音の2機種式による同じベートーベン第5の録音から13年が経っていながら、あまり進歩の感じられない当時の録音技術の方が問題だと思う。まあそういうものだったんでしょうね。ただ演奏そのものはやはり40歳の壮年期のフルトヴェングラーの姿を伝える記録として非常に興味深い。録音の性能上の限界があるために詳細を聞き取るのは難しいところもありますけれども、それであってもテンポとフレージングは着実に伝わってきます。後年の数々の録音、それも2回目の第5交響曲の録音となる1937年 HMV 録音に比べても、いわば別次元の貧しい響き具合なので、ついつい収録音質にばかり気を取られそうになるんですが、実はこの演奏をよく聞いてみると、テンポそのものはすでにして後年のフルトヴェングラーに共通するものがあって、意外にオーソドックスな流れを聞くことができます。これ決して悪い意味で比較するんではないんですけれども、例えばワルタ・クナパツ・ブッシュの若い時代のレコード録音が晩年のスタイルとかけ離れているばかりか、ややはちゃめちゃな演奏をしているのに比べると、フルトヴェングラーって最初の録音の時からこうだったのかという印象の方が強い。やっぱり柔軟性があって、加速もなだらかアッチェラなので、すでにしてフルトヴェングラーなんですよね。第一楽章は音楽そのものの高揚とともに演奏のノリも目に見えて良くなって、想像力を働かせつつ聴いていると、いつしか演奏に引き込まれて貧しい録音状態も気にならなくなってきます。1913年の2機種の録音と比べてみますと、ざっとした印象だけでもテンポは早めですし、なんといっても音楽の表現が濃厚になっている。それはアクが強い、クマ取りが濃いというのではなくて、ドラマティックな面がより一層強調され、演奏の際に喜怒哀楽の感情の表現が用いられ始めた。より一層主観に満ちた演奏になっていると思います。品格や情緒の美しさを尊重する19世紀的スタイルから、第一次大戦後のヨーロッパ楽団の中で育っていた新様式だったのかもしれない。そして1926年、29年のポリドール録音で聴けるベルリンフィルは、まだこの時代特有の2機種の時代から受け継がれた独特の天下なサウンドが残っています。これが1940年代大戦中のライブ録音になると、もうフルトヴェングラ色っていうのが濃厚になってきて、またオーケストラの発音発声のスタイルも変わってきて、音色が目に見えて暗くなってくる。このあたりについてはぜひこちらの動画をご覧ください。第二楽章も淡々とした進行のようで、フレージングや強弱の付け方にフルトヴェングラーらしい刻印がある。第四楽章でもそのどっしりとしたテンポと風格、粗末な録音から立ち上ってくる充実したなりの良い良かったであろうオーケストラの響きには瞠目すべきものがあります。ただやっぱり録音がこうした状態なものなので、細部を聞き取るのはちょっと難しいんですけれども、とはいえこの1926年演奏が一直線に最後の1954年5月23日の演奏へまでの出発点になっている。これが
単なる演奏日時としてのスタートであるだけではなくて、音楽的な内容、フルトヴェングラーの指揮するベートーベンの醍醐としての形をすでにして持っている、その点からしても大変貴重で興味深い内容を持つ演奏です。さて、この第5 LP CD 復刻の話題に移りますけれども、 LP への復刻状況はマダンの車種とあまり変わりありません。日本フルトヴェングラー協会がハンプレコードを制作、比較的太い音色でダイナミックな音を聞くことができます。ノイズをやや多く残した復刻ですけれども、 SP レコードの復刻は再生の方法、回転数、針先、バランス、静音によって驚くほど復刻される音質が変わってくる。ましてやこのライトレイ方式の1929年以後の録音よりも明らかに聞き劣りするクオリティの SP レコードの復刻であるので、それぞれの LP、CD 復刻に特色だとか好みの差があるのは当然だと思います。ここでもこのアメリカディスココープ版が明らかに平均点以上の音でこの演奏を楽しむことができる、これ1枚あればいいといったマニアックなファンの方もいらっしゃいました。第4楽章に1箇所 SP 面のつなぎがうまくいってない部分がありますけれども、これ大した歌詞ではありません。1970年代のディスココープが優れた SP 復刻を数々レコード化していたことの実証ともなっています。日本での市販版はこのフィリップスから登場したフルトヴェングラー初のベートーベン交響曲全集、まあこれ結果的に第2番がエーリヒ・クライバー式の演奏が紛れ込んでいたものなんですけれども、このセットの特典版に1926年録音の第5が含まれている。久しぶりに聞いてみたんですけれども、意外に見通しの良い音で力強いサウンドというのではないんですけれども、これもまた適切にこの演奏に親しむことができるものだと思います。で、この復刻は同じフィリップスから1952年1月10日ローマイタリア放送交響楽団との第5のカップリングで2つの運命というタイトルのフォンタナレーベル廉価版が出ているとなると、当然これは片面に全4楽章をカッティングしているんですけれども、先の全集特典版は両面、つまり A 便面に2つの楽章ずつを収録しているため、まあ、この程度の音質クオリティの音源ではあっても注意深く聞いてみると、こちらの全集特典版の方が音量も豊かに聞こえます。その後は LP 再末期にイギリスフルトヴェングラー協会が復刻 LP を制作、復刻音質は十分な水準にあります。音作りはこのマダンの車種のシンポジウム製 CD と似ていて、ノイズを残した復刻であり、それゆえの長所と欠点がありますけれども、まあこれは SP 版の状態によるので仕方ないですね。このフィリップス版よりもさらに堂々とした鳴りの音を聞くことができます。そしてこれもまた日本国内ではなかなか CD 化されず、このコッホ手腕から出ていたもの、91年のリリースかな、これが長らく唯一のものとして流通していました。これはマダンの車種にもまして全体の音を補強補正しており、他の復刻版に比べると明らかに実在感だとか残響感というのが豊かになっていて、まあ今ではこういう音作りをんと思う方もあるでしょうけれども、この第5の演奏を忍ぶためには有益な補助になる1枚だと思います。国内ですと新生堂さんの企画されたフィリップス版レーベルでこの第5がやっと CD 化されましたけれども、しかしこの LP とは別復刻、別制作だと思います。これは戦前のポリドール SP、 いろいろな大指揮者によるベートーベン交響曲全集で、このうち第5がフルトヴェングラーの1926年録音だった。ただブックレットには残念ながら復刻についての詳細なデータが一切記されていませんが、このセットに含まれるシューリヒトの英雄などは当時ドイツ本国で発見されたメタルマスターから新たにお届けされたものでもあります。なのでこの第5も同様にドイツグラモフォンで日本向けに復刻されたものである可能性があります。事実その後1994年に日本ポリドールが出したフルトヴェングラーのドイツグラモフォン録音コンプリートの特典版にこの第5がドイツグラムフォンからの正式な初復刻として収められているんですが、実はこのドイツグラムフォン本家の第1回復刻と日本版で出ていた新生版フィリップスの復刻は同じ音源です。このタイム表示も完全に一致します。で、本来オーソライズ版といえばお墨付きのディスクであり、これを聞いていれば問題ないと思われるんですけれども、残念ながらこの日本ポリドールの復刻は先の新生堂フィリップス版ともども音が鳴らされすぎて音圧感というのがかなり希薄です。なだらかすぎる。ドイツグラムフォンってこういう企画ものに合わせてポリドール SP のごく一部を新たに復刻してはいるんですけれども、その音作りのセンスっていうのも年々変わってきているという傾向がある。例えばこのセットの中に含まれている26年録音の第5の第1楽章はこの復刻とは違う復刻です。
その後は2004年のグリーンドア版登場まで日本国内版はありませんでした。クレデンザ再生のグリーンドア版も空間ノイズが多くて、まあ、その割にはオーケストラの音は割合こう精妙に聞こえていたんですけれども、私はちょっと物足りないと思った。2008年にはナクソスからオバート・ソーンのマスタリングによる CD が発売されました。これはオリジナルの SP で欠落していた第三楽章の末尾部分を37年の HMV 録音から引用して接続に使っています。全体としては柔らかでクリアな音質ですが、ちょっとこう音が奥まったような印象があります。入手しやすさで言えば現在これが一番手頃なディスクだと思います。さて2010年、日本のフルトヴェングラーセンターからもこの録音が復刻されました。この復刻でこれまでにない新しい特徴として挙げられるのは、ドイツポリドール版の復刻のほか、ブランスウィック版のクレデンザ再生が収録されているという点。先に申し上げたグリーンドア版と同じで収録音質に限界があるのはちょっと個人的には残念なんですけれども、カートリッジ収録バージョンのサウンドは素晴らしい。響きが太くしっかりしていて、しかも SP レコード盤面に刻まれた情報をよく取り出しているという点で、これまで聞いてきた復刻の中でも最も優れた復刻の一つです。さらにフルトヴェングラーセンターは別企画として檜山コレクションからの復刻版も制作頒布しています。こちらは先の CD とは全くの別復刻で、音作りの方向性も異なったものです。最初の復刻に比べてオーケストラの響き自体はやや細身ではあるんですけれども、ノイズの過剰な除去もなく、接続も完璧な非常に良心的に制作されたものです。ちょっとオーバーに言いますと、演奏もまるで別の表情を持ったものに聞こえて、 SP 復刻の難しさと面白さを味わうことができる。こうした良質な復刻を聴き比べることで、現演奏の形、現演奏の姿というものがより明確になってくるのではないでしょうか。同じ演奏の様々な異なる復刻を聴いていくというのは、その演奏の本来の姿、その印象というものをより確かなものにしていく作業だと思うんです。音質比較は決して優劣ばかりを争うものではありません。自分の好みを探すことは必要ですけれども、フルトヴェングラーセンターのように入念に制作されたディスクであれば、対照的な音作りであっても、それぞれの復刻から聞こえてくるもの、聞くべきポイントというのがきっと見つかります。その後オーパスクラからも待望の復刻版が登場。センターほどのこののぶとさはないんですけれども、極端な補正もなく、またこのレーベルらしい最良の原版を吟味する方法も生かされていて、大変実直な響きを聞ける CD となっていました。ノイズ抑え込みの傾向の強い版よりもはるかに迫力あるオーケストラに聞こえて、演奏のパワフルさを実感できました。そして最後に、もう CD レスの時代を象徴するようですけれども、 YouTube で夜半のピアニッシモ、まあ石村さんですけれども、もう独自の復刻、それもブランスウィック版の完璧なセットを入手なさって、そのトランスファーを公開しておられるんですね。ピッチも正しく低めで、それによってますますフルトヴェングラーの刻印らしさというのを聞くことができます。相変わらずこの時代に使われていたピッチ、チューニングについては様々な議論があります。私自身はやはり戦前のベルリンフィルで435から438、ウィンフィルはそれよりもやや高めで440くらいだったというのが妥当なところだと思います。これも当時の状況に立ち戻ることが必要で、今現在の我々の感覚や捉え方、ピッチの常識を持ち込むとかえってわからなくなってしまう。ヨーロッパの古い教会に備え付けられているパイプオルガンだって、高いものと低いものではなんと5度も差がある。どの音がその音になってしまっているという場合もあるそうで、これはめちゃくちゃに近いんですね。なのでその時々その日の気候、天候や気温、湿度で柔軟にピッチを変えていたという考え方もできるんです。絶対音感があるというのは日本ではすごいと思われますけれども、ヨーロッパでは例えば室内楽を演奏していて、ああ君絶対音感なんか持っているから他のパートと合わせられないんだよという場合もあったりします。一例ですよ。はい、勝てて加えて最近ではこんなセットも登場しました。これは最新の復刻であるだけではなくて、今現在考えられる最もオリジナルに近い原版からお届けしたものです。いろいろ聞き比べる楽しみがありますね。長らくのご視聴どうもありがとうございました。